今中になったんですか。あ、外になった、外になった。そうそう、ちょっとあの密対策です。あの雰囲気いつもあったけどな。そうですよね。真っ暗にしてますよね。キャンプの時はあのカメラ持って撮影させてもらって、ありがとうございました、はい、大丈夫です。大丈夫でしたか。あ、もうめちゃめちゃあのもうあの車内で話題になってました。カメラがうまいっていう。一応考えてましたから、ね、ありがとうございます。はい、OK です。はい、じゃあすいません、よろしくお願いします。お願いします。そうですね、あの前節のまず言い渡せなんですけども、あの、はい、すごく観客スタジアムが満員になったと思う、満員とかチケット完売ですごく雰囲気があったかなと思うんですけど、前節そのスタジアムの雰囲気はいかがでしたか。やっぱりあの声はあんまり発せることはできないんですけど、その中でもやっぱり人が多くて雰囲気がやっぱ出るので、やっぱ人が多いし、あのみんなが来てくれてるっていうのは本当にすごいあの刺激になったなと思います。あの今シーズンはちょっとあのサポーターの皆さんとあんまり触れ合う機会もないシーズンかなと思うんですけど、はい、まあ、改めてそのサポーターの皆さんの思いみたいなのってどんなものがありますかね。多分いろんな人がおのおのいろんなことがあるし、状況の中でもこうやってサポーターの方たちが試合を応援してくれたりとか、やっぱ SNS とかでもすごいコメントいただけるんで、あのなかなか会えないんですけど、その中でもすごい気持ちは常に一緒なんだなっていうのはすごい感じます。どうですか、やっぱ声援ないながらもこう手拍子とか徐々にこう戻ってきてるのかなと思うんですけども、はい、そのあたりのこうやっぱり最初のこの無観客から始まって雰囲気が戻ってきてるなみたいなのはやっぱ感じられますかね。あ、やっぱりホームであの失点してしまうかもしれないけど、その後にやっぱり拍手であったりとかで後押しをしてもらっているのはすごく感じるので、やっぱりホームアドバンテージっていうのはすごい感じるのかなって、あの自分自身はまあ出れてない状況ですけど、その感じるのあるんで、多分出てる選手もやっぱりすごく感じてると思います。あの、まあ、今シーズンは今の話にもあったんですけど、ここまでちょっと出場の機会がないっていうところで、まあ、率直にあの、まあ、今いかがですかね。はい、まあ、やっぱりサッカー選手である上でやっぱ試合に出てチームに貢献するっていうのはすごいあのモチベーションでもあり、あのやらないといけないことだと思うんですけど、まあ、現状なかなかチャンスをもらってなくて出てないのは本当悔しいんですけど、でもやっぱりその自分ができることっていうのをやるしかないと思ってるんで、その出る時のためにやり続けてます。あの今日の、練習なんかを見させてもらってても、まあ、あのすごくハードにこなされてるなと思うんですけども、改めて、まあ、こう準備とかはこうどういうところを意識されて日々されてるんでしょうか。まあ、やっぱりあのゲームに出て感じるっていうのはやっぱり出れてない状況の中で難しいんですけど、いかにこう練習の中で試合を想定して、試合だったらこの時どうやってんだなっていうのを練習中から常に意識することをすごい心がけて、その中でやっぱりあの試合になったらもっといろんな人がいたりとか味方相手チームとかたくさんいる中でさらに難しくなると思うんで、まあ練習からはその自分の中の想像を膨らませて常に難しい状況を想定してやってる、そしたらやっぱ試合出た時にそうちゃんとした対応ができるのかなと思ってるんで常に意識してやってます。試合中なんかも、まあ、あのずっとあのベンチにはずっと全試合入られてて、はい、であの今年は飲水タイムなんかもあってそことかですごくこう声かけられたのが印象的だなと思うんですけども、あなたでまあどういうことを意識されたりどういうことを声かけられたりされてるんですか。やっぱり試合見てて外から見てて感じるものってすごいあるんで、それをやっぱ少しでもちょっとの時間でもこまめに個々で喋って自分が思うことを伝えてあげて、それがそうプラスになったらいいなとも思ってるし、試合会場がやっぱ静かってことは逆に言ったらそのベンチで僕が喋った時に声って届くと思うんで、あのやっぱ失点してみんながちょっと苦しいなって思う時に自分の声が届くんで、そこでやっぱ声かけてあげたりとかして少しでもチームのためになれればなと、俺も貢献したいなっていう気持ちがあって、そこでもう基本的にあの積極的にあの気持ちを伝えようと思ってやってます。あの前節の岩田さんなんかも失点直後に結構前出られてとかいうのもありますし、やっぱそういう
ところチームがちょっと落ちたのみたいなところをに出ていくみたいな感じなんですかね。そうですね、やっぱりそこで、まあ、今年のゲームが多かったのは失点してもそこから取り返して逆転するっていうのがやっぱあるんで、自分たちを信じろっていう意味でも、そこでやっぱみんながこう下がるんじゃなくて、そういうプラスの逆の声をかけてあげるとみんなも切り替えが少しでもできるかなと思って声をかけてます。ゴールキーパーってポジションがですね、まあ、そのいわゆる他のポジションに比べてこう途中交代とかもなかなか少ないポジションだと思うんですけど、はい、やっぱりそのあたりのこう難しさとかやっぱりあったりされるんですかね。そうですね、やっぱり常に準備して誰よりもやってるっていう意識はあるんですけど、それでもやっぱりなかなかチャンスも来ないで、苦しい、正直苦しい状況もあるんですけど、まあ、常にやっぱり俺が思ってるのが、まあ、5年後10年後の自分を想像して、その時の自分が今の自分をその時の自分が見たらどう思うんだろうなって常になんか思った時に、いやここで落ち込んじゃダメだなとか、やり続けないとなと思って、それをちょっと意識してやったら元気が出て、もう毎回毎回、まあ、悔しさはあるんですけど、もう一個振り立たしてっていうのを常になんか意識してモチベーションを保ってるっていうか上げてるかなっていうのはあります。ちょっと話はちょっと変わっちゃうんですけども、はい、まあ、すごく盛んを持ってゴールキーパー、まあ、その特別なポジションだと思うんですけどになられたきっかけというか、始められたきっかけみたいなのって、はい、どんなものだったんですか。正直最初僕もキーパーじゃなかったんですけど、やっぱ身長も大きかったし、なんだかフィールドプレイヤーの時に、小学校の時であんまり動けなかったんですよ僕。ちょっと大きくて体格もちょっと太めであんま動けなくて、でなんか遠征とかにも全然行けなくて、ちょうどその時キーパーが一枠空いてて、そこからちょっと俺じゃあキーパーやろうかなって、ちょっとその遠征に行きたいなっていうのもあったんですけど、でそこからやっぱりキーパーやりだしたらキーパーの面白さにハマってって、ずっとキーパーですかね、はい。その、まあ、キーパーの面白さってどういうところを、まあ、いっぱいあると思うんですけど、はい、どういうところが得意なんですか。やっぱり相手の11人が本当すごい迫力を持ってゴールを奪いに来るところをシャットアウトしたりとかした時、止めたりクロスで出て止めたり、まあ、相手の流れが全部止まる時っていうのがやっぱりすごい気持ちいいし、それでスタジアムがもう喜ぶ人もいれば悔しがる人もいるっていうので、いろんな多分感情がその一瞬でバッて起こるんで、その時やっぱりやりがいが感じるかなと思います。その、まあ、僕なんかが思うのはやっぱりそこの醍醐味もありつつ、やっぱすごいプレッシャーもやっぱりあるポジションなのかなと思うんですけど、そのあたりはいかがですか。やっぱり逆にプラスに捉えられたりもしてるんですかね。そうですね、やっぱり一本のミスがよく命取りっていうキーパー言われますけど、まあ、常にそれは多分フィールドプレイヤーの人って多分ゴールを背負ったら多分また全然変わると思うんですよ。やっぱそのゴールを背負うっていうのはそれは相当な責任感であったり、本当一個のトラップとかパスがで、まあ、本当に変わるんで、やっぱその怖さっていうのは常に思いながら僕も、でもそれがやっぱりいい緊張感にもつながるんでっていうふうに考えながらやってます。ありがとうございます、はい。ですね、まあ、次が来週の水曜日がもう早くもシティライトスタジアムでの試合が最後っていうところで、まあ、ちょっと最初の話ではないですけど、はい、まあ、劇的な展開もここ最近はすごく多いシースターだと思うんですけども、まあ、改めてその最後のシースターでのところに向けてファンの皆さん、サポーターの皆さんの思いというのをお聞かせ願いますか。はい、今年本当に最初からいろいろありましたけど、ここまでリーグができたっていうのも本当にサポーターの皆さんがちょっとしたことを気遣ってくれて、それでみんなでこうリーグを達成できていると思うんで、もう最後本当にシースターでできる今年最後の試合なんで、またみんなで集まってもらって、その気持ちっていうのをしっかり送ってもらったら僕たちも絶対応えれると思うし、背中を後押ししてほしいなと思うので、ぜひ集まってほしいです。その次が、ホームは実はもう一個残ってて、はい、香川で1試合あると思うんですけど、はい、なかなかちょっと岡山から来れない人だったり、まあ、香川にも多分梶谷のサポーターの方いらっしゃったりすると思うんですけど、まあ、
そこでのまあちょっと、まあ、金庫価値っていう意味も含めてそのあたりのちょっとアピールというか、はい、まあ、意気込みみたいなのも聞かせていただけますか。そうですね、やっぱり、まあ、逆に言ったらコロナウイルスがなかったら多分香川で試合はないし、でそれは本当にもう楽しんでほしいかなっていうふうに思います。もう自分たちもそうですけど、やっぱそうやってなかなかそういう環境でサッカーするっていうのは多分サッカー人生であまりないので、でもそれはホームだと思ってみんなでやらないといけないし、まあ、さらにやっぱりそのホーム感を出すためには皆さんがやっぱり足を運んでもらってみんなで盛り上げてほしいなと思うし、僕たちもその環境を楽しみたいなとは思います。最後になんですけれども、金山先生ご自身でまあ、シーズン残りへの意気込みといいますか、それを最後に教えていただけましょうか。はい、まあ、これまで毎日毎日練習に組んできたのは試合に出るためだし、チームに貢献、勝利に貢献するためなんで、最後の最後までそれは緩めずに試合に出れるため、勝利に貢献できるようにちょっとずつでも頑張っていくので、最後まで応援よろしくお願いします。ありがとうございます。すみません、お疲れのところありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと最後まとまりようになった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。